さあ、畠山打ち下ろしのミニストレート、左右にパンチだ。さあ、ロープに詰める。なかなかいい攻撃、はい、ボディー、左フック、左フックのボディーでダウン。畠山ヤンからダウンを奪っています。さあ、ニュートラルコーナーでは左手でガッツポーズ。立てるかヤン、立てるかヤン、あっと右叩きつけるようなものすごい右です。さあ、顔面を襲う。森口を打たれながらパンチを下ろす。あっと、ちょっと効きましたね。大丈夫、やらせます。さあ、畠山ゴシャガチャンス、モルスが連打、モルスが連打、あー、オレンジと取れました。いやー、これは試合ストップ、これはストップしたオフィス、そうですね、ノックアウト。第3ラウンド、右、右当たりました。あー、ちょっと捉えきれました。左が右当たりまして、左に出たから、立てるか、今日立てるか、立てるか、いいとか、タブルが入りました。もう CM が当たった、打ち抜きました。畠山立てるか、朝オレフリーのカウンター 7-8、 あ、足元がいわーっと、タウン、タウン投入。それとあの、またガラスですね、ええ、左が強い強い強い、ほら、これは効いてます、これは効いている、これは効いている、これは効いている。畠山どうだ、ない。畠山見事デビュー以来12連勝を突きつかず、そして今年中には日本タイトル、東洋タイトルを、そして来年にはという、そういう壮大な構想もあります。内田正和レフェリーがノーカウントのダウンを制しました。これはちょっと早すぎる。いやでもね、見事でしたよ。大の字です、拓十。決まった相手は誰でも倒します。誰でもご覧のように倒します、はい、やりたい人がいたらぜひうちのチームに電話してください。さあ、この鬼塚のようにストイックではないし、辰吉のようにシャイでもない。時には饒舌すぎると思わせる畠山、しかし彼はただのビッグマウスではない。それは16戦目の東洋太平洋王座決定戦を見ればわかる。チェチョンチル、やったり見た、畠山が奪いました。試合開始から1分経っておりません。やはりチェの方が苦しいんですね。クリンチで逃れようとしています。時間にかかる、モモノミルクのライトアッパー、やった。今日は右が効いてる、いいショートを決まった。ダウン、崩れ落ちました、崩れ落ちました。ストップ、ストップ、手をでやりました。東洋太平洋チャンピオンになりました、畠山貴教。横綱相撲で勝ちました。東洋太平洋の王座を3度防衛、もうこのクラスに敵はいなかった。畠山打ち続ける、ダウンダウンダウン、チャレンジャーバクリンニュートラルコーナーで尻餅をついてしまいました。